ここに唐揚げがある。唐揚げ、こちらはイオンディテールより、イオンイオンスタイル約360店舗で家で楽しめるおつまみ取り揃えた、おうちで居酒屋気分ということで2020年5月22日に発売された唐揚げ。唐揚げ、トゥントゥントゥルトゥントゥントゥルトゥン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 、こうなったら唐揚げ。唐揚げ 100g あたり271kcal から炭水化物は 13.3g の推定値、そして 100g あたり178円で内容量はグラムによって異なります。こういうふうになっております。アレルゲンは小麦、卵、大豆、鶏肉となっております。開けていきたいと思います。2020年度唐揚げグランプリ金賞を受賞した唐揚げ。から高知県産生姜と焼きあごだしを加えた調味液でコクのある旨味とさっぱりとした後味を両立させたバランスの良い味付けで、衣に国産米粉をブレンドした歯切れの良い食感が楽しめる一品です。でかい、 100g あたり178円本体となっております。なんかニンニクがよく効いてるのかな。醤油ベースなんだけど、ニンニクが結構効いてますね。美味しいです。で、とにかくでかい。あと特徴としては生姜使ってるというところですかね。まあごだしはね、どこも使ってる感じですか。生姜とこのガーリックがそして美味しかったですね。そしてこの唐揚げのでかさ、満足感がありました。イオンに来た際はぜひこの唐揚げ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では。